ザーラジオシャム。ここでお知らせです。スターオーシャン5インテグリティ&フェイスレスネスは PS3 PS4 の両ハードで3月31日発売予定です。初回限定特典も盛りだくさん。スターオーシャン5公式サイトでは初回限定生産特典や予約特典の詳細、ディフォルメキャラクターによるゲーム解説漫画も連載しておりますので、ぜひページをご確認ください。そうして先週もお伝えしましたが、スターオーシャン5のメインキャラクターごとのプロモーションビデオも公開されています。皆さん見てくれましたか？来週2月16日には遠藤さんが演じているブルーネリドローンが公開されます。毎週火曜日の公開となりますので、ラジオの前日と覚えてください。以上、今週のお知らせでした。そう、ね、まあ、もういつもエンディングでインフォメーションの話しちゃうんですけど、 あれ今日のインフォメーション読んだ瞬間に決めてましたよね。絶対これやるぞって。ブルーネリ殿、いやいや決めてないよ。俺本当いつも決めてないよ。え、石川君が読み出したぐらいにどうしようかなと思って。回転やめ、いやいや手はないのよ。手はないから、ええ、まあシグマセブンでよかったなみたいな。そうですね、漢字の手を使いました。そうです、僕の今のブルネリ殿は真似した中村さんを真似しただけですから、僕は決してですからね。はい、決して違いますから。はい、カッキーの真似とかでやればいいじゃん。いや、この前現場でお会いしましたら、最近俺の真似よくやってるんでしょ。やってんじゃん。よくやってるんでしょ言われた。ええ、全然似てないからやめた方がいいよ。じゃあ潰していこう。似ないかなって言われて、もっとやっていけよ。もっとやっていけばいいよ。柿原さん、大変申し訳ございません。謝るかな。ちゃんと謝ります。はい、ここでお知らせです。スターオーシャン5インテグリティ&フェイスレスネスは PS3、PS4 の両ハードで3月31日発売予定です。初回限定特典としてバトル BGM をバルキリープロファイル、バルキリープロファイル2のバトル BGM にカスタマイズ可能なプロダクトコードがありますので、お早めのご予約をお願いします。またスターオーシャン5の公式サイトではゲームの詳細情報以外にも各店舗ごとの予約特典の詳細、ディフォルメキャラクターによるゲーム解説漫画も連載しておりますので、ぜひ公式サイトをご確認ください。そしてとさ、はい、インフォメーションのあれは何、あなた、え、あれはちょっと前の回で言った、ラジオはデート的な感じです。もう僕は完全に。はい、そうなんですか。じゃあもうその話いいですわ。カッキーパイセンのモノマネを精一杯してみましたよ。やってみたんだ。あまり長くすると似ないんだね。そうなんですよ。一瞬だけ。一瞬だけなんだ。一瞬だけなんです。本当に、部分部分ならってこと。ライブ MC のモノマネの時だけです。なるほどね。石川海人、中村雄一のスターラジオさん。